関東軍政府とは中華民国関東省にあった地方政権。正式名称は中華民国軍政府。1917年9月に成立し、1920年10月に和解した。断気髄の政治姿勢に反発した国民党系議員や南方の地方軍のより愛所帯的性格の強い政権で公衆心に本拠を置いた。五方軍政府。 公衆軍政府とも呼ばれる。北方の北京政府に対抗したが、その権力基盤は容易に安定せず、内部構想を繰り返した。1916年6月の遠征開死後、旧約法と旧国会が回復され、副総統であった霊元博士が中華民国大総統に就任したが、実権は暗記派の軍人で、国務総理の断気髄が掌握しており、 両者は対立していた。段気髄は日本から西原借款など大量の借款を導入して反対派の一層を図った。折しも北京の政局は第一次世界大戦における対ドイツ参戦問題で紛糾していた。段気髄はドイツに宣戦線復刻し参戦軍を編成することを名目として借款を導入して事故の軍備を増強しようとしたが、 霊元広氏は1917年5月、議会を味方につけて参戦に反対し、断気髄を罷免した。断気髄は各省の特軍を動員して、霊元広に圧力をかけた。この時、断気髄の特軍団の一人として、北京入場を果たした張君は、混迷する政局を見て、霊元広に迫って、大総統を辞職させ、国会を解散させた。そして、 すでに退位していた先帝の戦闘帝を担ぎ出して、共和制を廃止し、不義を再び即位させて、帝政の復興を宣言するクーデターを観光した。復壁は13日で失敗し、8月、ダンキ気髄が国務総理に復帰して、ドイツ帝国に戦線を布告し、参戦軍を拡充した。さらにダンキ気髄は、長君によって廃止された、旧約法及び旧国会の回復を拒否した。 孫文団基髄の独創は、兵国省率いる直令派をはじめたの軍閥との対立を激化させ、陸栄定や東欧次行といった南西軍閥が北京中央に対する自主を表明した。1913年の第二革命以来政治から遠ざかっていた孫文は1917年7月初め、上海より甲州に戻り、7月中旬には誤法を宣言して、 誤法運動が始まった。そして、これら軍閥と提携して、誤法運動展開のための政府樹立を構想した。孫文は、解散させられていた国会議員に対し、公衆への参集を求め、断基随政府とは別の新政府を組織するよう電報を発したのである。第一艦隊のほど壁行は、英,英豊艦官など旧席の戦艦を率いて、孫文政権への合流を宣言し、 7月22日、甲州に到着した。8月25日、約100名の旧国会議員は、甲州に集まり、定足数に満たないまま、国会非常会議を開催して、臨時役法を守るために、甲州で、中華民国軍政府を組織すること、大減帥1名、減帥3名の設置、並びに、中華民国の行政権を行使することを決議した。9月1日、 非常国会91人の投票の結果、84票で、孫文を大元帥に選出し、その他、雲南派の統治企業と厚生派の陸栄海帝を元帥に選出した。また、五帝薫は外交総長、当将儀は財政総長に、歩戸壁港は海軍総長に、古官民は交通総長に、それぞれ選出された。なお、フランスで、 長期外遊中の王朝名はこれに、孫文側近として協力し、最高顧問という肩書きで活動した。大元帥に選ばれた孫文は、9月10日、李列人氏を参謀総長に、李福林を新軍総司令に、巨高里を三軍長に、陳慶名を第一軍総司令に任命した。新春剣統津議行と、李久邸は、孫文の風下に立つことを、潔しとせず、 ととなることを拒んだ一方、かつての遠征外の政敵で、関東軍政府側についていた後生の新春権も孫文と対立するようになり、孫文が五方軍政府の大元帥に就任すると、秦はその指導体制を拒否した。関東軍政府軍にあって孫文は海軍と 原水府の新軍及び二重 a の関東派を除くと、自身の軍権が及ぶ基盤を持っていなかった。そこで彼は、再度クーデターを起こして、大元水としての権限の拡大と集中を図った。そして、自ら海軍に命令して、公衆特軍府を砲撃させ、公正派の打倒を図ったのである。しかし、1917年末、陸坂へて、と、次、に、日、 バクヒサシシンらは、東商義との連合会を召集し、兵国省の政治的正当性を再確認して、北方軍閥との連立政権を組織すべきことを主張した。1918年になると、海軍のほど平港が公正派につくようになるなど軍、政府、非常国会内における公正派の優位は揺るぎないものとなり、5月には、軍政府が7総裁による、 集団指導制へと改組された。ここに第一次誤方運動が集結し、陸栄テーラ・カツラ軍の支援を得た、新春剣が8月に主席総裁に就任した。新春剣やカツラ軍が主導権を握るようになると、彼らは北京政府との協調姿勢をとり、南北和平を目指そうとした。しかし、その政治姿勢に反発する形で、今度は孫文、東将儀、 を次ぎ、行の各総裁が反発して辞任したり、新春県、陸栄帝と北京政府との間の密約を暴いて、休断するなど、事態はむしろ紛糾の度合いを深めた。1920年3月、総裁の一人である古オルが上海に出奔し、阪新春県勢力と連合した。これは事実上、関東軍政府を分割する行動であった。同年10月、 越軍の陳慶明が、桂軍を関東から駆逐し、後ろ盾を失った、新春健は、ついに辞職を表明して、上海の疎開に逃亡し、関東軍政府はここに消滅した。ありがとうございます。